皆さんこんにちは。サントリープロサーファーの井上隆です。イタリオプロサーファーの井上楓です。プロサーファーの井上さくらです。はい、世界的有名な高浜ムービーズ、今日も撮影よろしくお願いします。今日は、茨城県にいるんですけど、これから海の子っていうポイントにね、今向かってるんですけども、今回は YouTube コラボする予定で、その撮影の裏側を、お届けしたいと思います。誰とコラボするかと言いますとですね、茨城の、有名なプロサーファーとコラボするんですが、今回の大洗の試合の時にですね、頭半ぐらいのほぼクローズのジャンクの中ですね、ツインフィンで、すごいリップをしていたすごい選手がいまして、で、僕遠目で見てて知らなかったんですけど、ツインフィンって後で知ったんですけど、すごいツインフィンと思えないようなすごいブローテールしたり、バックサイドのリップしたりとね、すごかったよね楓。ツインフィンって思わなかった。誰も思わないよねあのリップ。はい、ね、皆さんご存知のフライボーイこと飛び立つよしプロとね、コラボしていく予定で、その裏側や、なぜ試合でツインフィンを乗ったかなどね、インタビューしていきたいと思います。はい、それではね、飛び立つプロに会いに行きたいと思います。はい、カメラマン来てね。どうも久しぶりです。どうも高橋、久しぶり。2年ぶり ?3 年ぶりぐらいですかね。そんなもんだよね。どうも、やべーす。実はですね、このもうここから撮ってるんですけど、 YouTube 見てるよ俺も。面白いよ裏側を ね、今までコラボした時も、撮影の裏側を出してたんで、もしあなたったらここも削るんですけど、もしよかったらそのまま出したいんですけど。いや全然、僕削ったら何も残んないんで、もうこのまんま流してもらって OK。 ありがとうございます。俺でいいの本当にコラボ。はい、ぜひぜひ。ありがとうございます。いやもう、エアーのスペシャリストとコラボできるのも最高です。いやもうね、もう今となってはただのおじさんになっちゃったけど。いや、昔はね、知ってますんで、すごいエアーを。よかった、本当にもう俺、この前さ、JPSA の試合あってさ、練習してたらさ、誰も知らなくて、みんな十何歳の子供でさ、うわ、誰も知らねえって思って、茨城に来て来るのに知らないや、ちょっと。いやもう、ありがたい。いやそんなこと言ってくれるの、たかぐらい。いや、だって、僕、プロになる年ぐらいまで現役されてましたもんね。そうだね。ちょうど入れ替わりぐらいかな。そう、ちょうど俺ね、結婚するぐらいで、ちょっとこう、ちょっと参加はね、見送ってきたんだけど、それまではね、タカもアマチュアでまだ多分、はい、ね、JPSA のもね、頑張って修行してたもんね。その修行俺見てたからさ、いや、プロになってほしいな、こいつ来んなと思ってて、やっぱり来たね。ありがとうございます。いやでも今年はコロナでなかったけど、ずっとエクスプレスセッションがあったじゃないですか。あった。試合終わった後には、あの時にショービットとかされてたのがすごい印象的で。そう、まあね、できることをね、見せようかなと思って、やっぱ地元だからさ、少しでもなんか盛り上げてなと思って。いやでもめっちゃ盛り上がってましたよ。あれね、スイッチスタンスとかもやってさ、最高ですね。少しでも盛り上げるように。今年もあったらね、すごい良かったんですけど、ね、出たいもんね。絶対出たいもんね。出たくてしょうがないですわ。で、多分グッドパフォーマーとか取れるもんね。いや、まあ、バリエーションがすごいじゃん、タカのエアーの。あるよね。フロントもバックサイドも。いやでもだいぶ練習しましたよ、あれを。でしょ。怪我はしてない？いやー、人体断裂と骨折しちゃった。いやでもそんぐらいのリスクね、背負ってやってるからね。じゃないとできるようになんないもんね、そんな簡単にね。まあ、そうですね。リスク負いますよね、やっぱり。ね、そうだよね。じゃあ、とりあえず海行きましょうか。はい、やろうか。じゃあとりあえずコラボの本編の方は、フライボーイチャンネルの方をご覧ください。よろしくお願いします。いやレールの入段はね、すごい上手な方多いけど、エアーもやっぱ俺の時代は怒られたから。あ、まだエアーの時代じゃない。そう飛ぶっていうことがやっぱり良くない。レールを抜くっていうのが良くないって言ってすげえ怒られたりして、でもやっぱ自分はこれがやりたい、こういうサービスしたいって思ってやっぱやってたからさ。逆にでもその自分の信念を貫き通せたっていうのがすごいですよね。それでやっぱりさ、エアなんか今普通じゃん。今普通です。そうだからやっぱやってて間違いなかったなと。間違いない。超ちっちゃいけど大丈夫これ。でもサーフィンはね、楽しむのが一番だ。そうです、そうです。楽しもう、楽しみましょう。このリーシュコードって、はい、いやそれ膝下用なんです。膝下、ロング。そうです、そうです。よく見るね。ロング
けどね、みんなここだよね。そういうアピールはショートのプロって知らないか。知らない知らない。だってマニューバー系でさ、足首にしてるロングボーダーは知ってるけどさ、これはちょっとこういうそうですそうです、絡みづらいんですよ。こうやってやればいいのかな、俺。そうですそうです、そうです、絡みづらいんですよ、ね、これとかはダサいんでしょ。それは NG です。はい、ちょっとこうクロスステップ、そうですそうです。オッケー、やってみる、頑張ってみるよ。じゃあ行こうか。じゃあ行きましょう。これかな、俺本当に。いやいや、乗れます乗れます。さすがですね。イヤ上手い選手ってロング上手いのかな。どうでした、カメラマンの高ママムービーズは。いやー、すごく上手でびっくりしました。そう、こういうとこ桜とも言ってたんだけど、一発目が OK ですね。そう、え、だってバックサイドだよ。でハンドファイブ見事、歩き方も結構綺麗で。そう、しかもあの板さ、俺の高モデルでそんなにコナミ用じゃないのに、ノーズも広、そんなに広くないのに、そうそうそう、いや、なんでこの波で乗れんのってぐらいで、いや、そのね、なんか数回ぐらいはしたことあるよなんておっしゃってたけど、それでハングファイはあれだけ綺麗に、数回であの綺麗なターンはできないよ。ターンもね、セットアップが、そうそうそう、すごかった。僕はというとね、セットを譲ってもらったんですけど、あの割れると思って動画映えするようにエアーショートを走ったらですね、まさかの波が軽くなって判断ミスしてしまって何もできずに終わっちゃったという、はい、大変ダサいライディングでしたけど、まあ、1点、1点ないっす、マイナス5点ぐらいじゃないでしょうかね。しかもあの速攻で富田プロにね、はい、5本は最低でセット休みって言われまして、あの禁止されております。それではね、この後も撮影の裏側撮影していきたいと思いますので、引き続き動画の方ご覧ください。はい、母ちゃんゴミ浮いてた、拾ってきたから、はい、どうも、はい、じゃあ、それではね、次はちょっとあのセットは乗れないんですけども、小さい波で頑張ってエアリバメイクできるように頑張っていきたいと思います。いってきまーす。もうちょっとあの長居したいところですね。そうだね、こう美味しいとこを贅沢性な動画だって面白いしさ。いいっすね、それで逆に言ったら、この大洗の大洗だけの、うん、あの料理ってあるのね。おー、あのもんじゃ焼きみたいな感じなんだけど、たらし焼きっていうのがあって、そういうマニアックなちょっとソウルフードも、おー、いいっすね、そう
じゃあ楓の出番だ。楓の出番。関してあのね、楓のワンダーランドでね、食いしん坊だから、食い物あの食レポ動画やってるんですよ。そういうのとかもあるし。そうなんですね。蜜団子っつってなんか団子なんだけど、なんかここら辺でしか売ってないんですよ。あのお聞きしたいことあるんですけど、はい、多分視聴者の方も多分すごい気になってると思うんですけど、はい、そのツインフィーって試合の時乗ってらっしゃったりいたっすよね。そう、今回の JPSA のオーライで使ったのは俺はこの板ですよね。そう、ツインフィー。そう、僕知らなくてライディングだけ見てたんですよ。で、後からツインフィーだよって聞いて、そう、ええと思ってすごいブローテールしててしかも波のサイズがね、あの頭半とかあったのに、このツインフィンで長さ5-3ですか、5-3で行くっていう。ちなみに僕が使ったのは5-7で結構分厚めだったんですけど、それでも全然なかなかパドル進まないのに、なんで逆にこのツインフィンで行こうと思ったんですか。まあぶっちゃけた話、自分が調子いいライディング、自分のしたいライディングをできる板をがこれしかなかった。あのこれをいろんな板から選択して選んだわけじゃなくて、今自分が持ってるサーフボードでどの板が一番自分のパフォーマンス最大に出せるかなと思った時に、俺はこのツインピン、この板が俺の最大限パフォーマンスを引き出してくれる板だから、この板を選んで、多分まあツインピンなんで誰もね、もう一歩普通あるからね、みんなね、試合だったらね。ただやっぱそういう意味で、そう、自分のパフォーマンス、なるほどね、ツインだろうがトライだろうが最大限パフォーマンスが一番出る板を選んで、このツインで出た。で、結果の素晴らしいパフォーマンス、なんかね、優先権ずっと持ってて結局2本しか乗れなかったんだけど、でもまあね、いやでもあのレフトのフロントのエンドのブローテールのテールの抜け具合がやばかったんですよ、ね、あれ多分メイクしてたら7点でしょ、ね、行ったと思うんだけど、まあ、7点はどうでも多分 4,5 点は多分もらえてたかなと思って、一発目、ね、前に出なくてなんかスープの中入っちゃって、一発目がね入んなかったから、で二発目あれメイクしてたら多分ね、もしかしたらいい流れつかめたかもしれないけど、いや、まあ、でもバックサイドでもねしっかり2発入れてらっしゃったし、あのコンディションで ね結構みんなワンターン、最後の10秒前ぐらい10秒前ぐらいでやっと乗れた。優先権そのまんまで負けたらちょっとかっこ悪いと思って、とりあえず1本だけ乗ろうと思って。さすがです。いやいや、まあそんな感じで自分の、まあ、調子いい板だからこれで出た。まあそんな板をね、あの今回僕ちょっと乗ることができてね、すごい良かったんですけど、お料理すげえ乗ってたよ。いや、めっちゃ、めっちゃ楽しかったです。でも、面白いでしょ、この板ね。今日めっちゃすごい楽しかったです。このツイン、こういうツインフィン乗ったことあんまないんですけど、うん、特にこのツインピンって、ツインのピンテールなんて全く乗ったことなかったんですけど、うん、あのおすすめです、これ、はい、ぜひ。あの女子カーとかが乗って、最近乗ってるじゃないですか、あのケリースレーターとか。そうそうそう。で、いやどうなんだろうなと思ってたら、ハマりましたね。そう、ぜひあの、なんだこれ、あげるから。あ、いいっすか、うん、じゃあ次の、あの JP でこれ乗ろうかな。うん、ぜひ。はい。あげないけど、あげないけど、そんぐらい調子いいよ。そのまま行っちゃえばよかったかな。そんぐらい調子いいよってことだから。なるほどね。あるぞやん。いえいえ。あとあのもう一つあるんですけど、うん、質問。僕が聞いた。今のでもう5分ぐらい喋ったんじゃない？ああすいません。すいません。のいいよ。いいよ。聞いて聞いて。フライボーイの名の由来って、うん、エアリストだったからって聞いたんですけど。うん、そう、まあ最初はフライボーイって、あの JS サーフボード、はい、あったじゃん、はい、あのトラクターのマーク、はい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 、あれの日本モデルがフライボーイっていうモデル名だった。で、俺そのスポンサーついてて、で、最初に俺 JS 乗ったライダーだからプロの、そっからどんどん売れてきたのね。それまではあんまり無名だったんだけど、で、ディーン・モリソンとかいて、はいはいはい、そう、そっからの JS の、日本のモデルでフライボーイって名前があって、うん、あ別にその時にはあこれをもらおうとかっていう気もなくて、うん、でそしたらやっぱ俺エアが好き で名前も飛ぶっていう感じが入ってて、うん、飛びただから、まあ、フライ、うん、でまあ男だから、まあ、フライボーイっていう名前をあのやっぱミドルネームが欲しくて自分で、うん、あの飛びつよ飛びつよとかさ、はいはい、強しくんとか飛びたさんって言われるのもなんか嫌だから、だったらもうフライボーイでいいやと思って、そのミドルネームを、まあ、自分で
なるほど。もらった感じっていうか、なんかまあ最初のきっかけはその JS のフライボーイってモデルがあって、そのモデルからそう、あの名前も飛び出しっていう考えで、まあフライボーイっていうのをそうまずニックネームとして自分で使おうかなと思って、みんなに覚えてもらうために、うん、そう、フライボーイがまず先に頭に浮かんできます。そう、それでいいんです。あの僕はフライボーイです。フライボーイ、フライおじさんかもしんないけども、いやいやいや、フライボーイ、あれ本名は何でしたっけみたいな、フライボーイがまず先に来て、で、エアの前人みたいな、うんうん、それで、それでいいです。はい、あのフライボーイでも、飛び強でも、なんでも OK です。あので、今、YouTuber、フライボーイ、フライボーイ、はい、フライボーイライフチャンネルなんで、まあ、いろいろね、あの別にサーフィンだけじゃなくても、あの仕事の漁師の映像とかもね、ちょこちょこ上げてったり、まあ子供がまだ、俺、まあちっちゃい子がいるんだけど、まあそいつらがどんどんサーフィンやるかもしれないし、まあそういう成長もね、どんどん YouTube 通してみんなにもこう伝えていきたいなと思うんで、まあ今後ちょっと楽しみかなって感じ。なるほど、了解です。というわけでね、ぜひフライボーイライフチャンネルの方もチェックしてもらえたらと思います。今回はね、こんな感じでコラボさせていただきました。いやいや、ありがとうございました。また やってください。ぜひ、はい、また来たらね、よろしくお願いします。はい、今回はこんな感じで動画を終わりたいと思います。それではチャンネル登録と高評価、コメント、インスタグラムとツイッターのフォローよろしくお願いします。そして概要欄にね、フライボーイライフチャンネルの方のリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回。